悪いわね、春ちゃん。ビアンキちゃんまで手伝わせちゃって。ツナさんの晴れ舞台にお弁当を用意するのは春の当然の務めです。私もハヤトの晴れ舞台に姉として何か用意してあげたい。俺っちは俺っちのためにお腹いっぱい食べるのね。イビもっと食べるよ。こら、つまみ食いはダメよ。少し早すぎたんじゃない？そんなことないです、ツナさんのお母さん。これも最前列をゲットするためですよ。開演2時間前に来て正解でした。一眠りできそうね。リボンを起こしてくるんだ。はひ、どうしたの、ハルちゃん。ハルは一番大事なことを忘れてました。お弁当ならあるわよ。ツナさんを起こすのを忘れてたんです。あら、そうだったわね。ちゃんと起きてるかしら。お弁当と場所取りに夢中で、すっかり忘れてました。心配しなくても、きっと勝手に起きてくるわよ。お弁当いただきましょう。賛成です。京子ちゃん、朝起きるのにいちいち爆発物を使うのやめようよ。今のは俺じゃねえぞ。つーくん、起きてる？つーくん、ほら起きなさい。今日は学園祭でしょ。もうビアンキちゃんとハルちゃんなんてお弁当の支度済ませて出かけたのよ。つーかん、なんで弁当がいるの？俺のクラス、ここからだよ。いい席を取って、つーくんを見るためにみんな早起きしてるのよ。心配しなくても、どうせ誰も見に来ないよ。
ダメです。で、母さんじゃないの？まさか。春ですよ、ツーナさん。早く起きてください。春がツナさんの変身力を最終チェックします。なんだよ変身力って。それより着替えるから外に出ててよ。ツナさんエッチすぎです。お前が勝手に俺の部屋に入ってきたんじゃないか。だって春はツナさんに頑張ってほしいんです。ランボちゃんとリーピンちゃん、ツナさんの主役の座を奪うってもう1時間も前に家を出てるんですよ。1時間も前からいたの？春は今朝4時にお邪魔して仕込みを始めました。それ夜明け前だろう。つべこべ言ってねえで起きろ。リボンちゃん、乱暴すぎです。どうだ、少しは目覚めたか？うん、みんな応援してくれるんじゃ今日は頑張らなきゃな。その息です、ツナさん。アホウシ、まだ動くんじゃねえ。ランボさん動いちゃうもんね。ランボ動かない。動くもんね。アホウシ、俺に逆らうんじゃねえ。ヤゴシ、ランボさん本当に動けなくなった。奥寺、そろそろ休憩しようぜ。ダメだ、もう一回頭から通してやるぞ。俺は何度でもできるぞ。体力はボクシングの基本中の基本だ。みんな頑張ろう。京子ちゃんがそう言うなら俺も頑張る。ツナさんがそう言うなら春も頑張ります。え、なんで春がいるの？おい転校生、あのお道具を右にずらしやがれ。それからアホウシが動かないように押さえつけろ。ランボさん、じっとしてらんないもんね。もうアホウシに構うのはめんどくせえ。今度アホウシが動いたら転校生てめえを殴る。まくるもんね。ちゃんと押さえつけろ。健康野郎、アホ女、グダグダしてんじゃねえ。奥寺さんも嫌いです。ああ、そうかよ、そりゃありがてえな。おっしゃ、稽古再開。春も劇に出たいです。
めえは部外者だろ、アホ女。たとえ劇中でツナさんに殺されても、ハルは本望です。殺さないって。おい、転校生、このうるせえアホ女を外につまみ出せ。の衣装のことだ。当日のこんな時間にこんなこと言うのは悪いんだけど、俺はもっと本格的な衣装でやりて。衣装係のアホ女が頑張ってんのはわかんだけどよ。アホ女に本格的な衣装を作ってもらうために、てめえは俺についてきやがれ。バカ、おめえの変身術を見込んでの話だ。最後まで聞け、アホ。いいか、てめえは10代目に変身するんだ。アホ女は10代目に弱い。そうだ、俺がまともに言っても絶対に受け入れるわけねえ。ま、もっとも俺が頭を下げるのは未来永劫10代目だけだけどな。ツナさん、本番前にまさかの愛の告白ですか？ハル、世界一幸せです。アホ女、勘違いすんな。奥寺さん、ハルとツナさんの甘い時間を邪魔しないでください。邪魔してねえよ。10代目がおめえに頼み事があんだよ。頼み事？ハル、何でもします。何でもお申し付けください。はい、衣装ですか？女、くれぐれも逸脱すんなよ。本格的な衣装だぞ。はい。作戦成功だな。アホ女を騙すのは簡単だな。今頃必死で衣装作ってるぜ。まだいますけど。け。騙すって何の話ですか？アホ女、早く帰れ。なんか怪しいです。いいえ、騙すって確かに言いましたよね。ナマズ？衣装作り早くやれよ。極寺さんには聞いてません。ツナさんに聞いてるんです。ほらな、さあ行け行け。
リアなんですから。奥寺さんが見てると恥ずかしくて春に告白できないんですね。わかりました。また今後小倉殿に来ます。てめえの演技力がないせいで早くバレそうになったじゃねえか。気をつけろ。口答えすんのか。なんじゃこりゃ。忍者服ですよ。春の大胆アレンジバージョンです。ツナさんのお願いなので張り切っちゃいました。何も頼んでないけど。くのいちはキャミソール、悪役の男はタンクトップ、ツナはタキシードです。こんなの忍者服じゃねえ。ついでに春用のウェディングドレスも作っちゃいました。ちょっと気が早かったかも。うるせえよこのアホ女。くそ、アホ女に衣装を頼んだのが間違いだった。うるせえ！くそ！俺のせいで劇の出来栄えが落ちそうっす。すいません、十代目。奥寺君！どうしたんすか、十代目。これ、何？ここに置いてあったけど。これは超本格的忍者服。いや、すげえ。本格的ですが、昔の時代そのままって感じで演技が入ってるな。誰の仕業だ。きっと神様からの贈り物だな。十代目、忍者劇頑張りましょう。うん、よし、いい感じに進んでるぞ。次のシーンで忍者ボムの爆発だ。ハヤト、差し入れ持ってきたよ。姉貴、なんちゅうタイミングで。どうしよう、なんだか緊張してきちゃったよ。心配しないで、ツナ君。こういう時は客席にいるのがみんなジャガイモだと思えばいいんだって。ジャガイモ。ノブさん、ジャガイモブロッコリーだぞ。ピピポテト。なんだか緊張がほぐれたかも。その調子。大丈夫っすよ、十代目。絶対うまくいきますから。今まで頑張ってきたんだぜ。今さら心配することなんか何もねえよ。そうだぞ、沢田。俺はもう白雪姫の総大将役で一汗かいてきたが、この程度の状況は緊張するに足らん。白雪姫の総大将って、そんな役…お
細けえこと考えてんじゃねえぞ、妻。みんなおめえの緊張を解きほぐそうと気を使ってくれてんだ。そうだよね。ありがとう、みんな。俺、頑張るよ。ファミリーを喜ばせるのもボスの大事な務めだ。受けなかったら殺すぞ。緊張を解きほぐしてくれるんじゃなかったの？次は 2-A の演劇、忍者の砦です。作・演出は極寺隼人くん、主演は沢田綱吉くんです。さあ始まりますよ、10代目。よし、頑張るぞ。と、その前にトイレ。時間ないっすからね、急いでくださいよ、10代目。先に体育館行ってますからね。うん、ごめん。決まっちゃいますよ、10代目。遅かったじゃねえか、ツナ。10代目、心配させないでくださいよ。さあ始まりますよ。戦国の時代、武将たちの手足となり歴史の影を駆け抜けた暗殺者、それが忍者である。忍者として生きることを定められた彼らは、12歳になると一人前として扱われ、日々厳しい修行に明け暮れることになる。ツナさんのお母さん、いよいよツナさんの出番ですよ。頑張って、ツユくん。さあ10代目、幕を上げます。舞台の真ん中へ立ってください。動いてくださいよ。あちゃ、緊張して凍りついちまったか。ごめんごめん、トイレの水が流れなくて。10代目、なんでツナがここに？じゃあ舞台に立ってるツナくんは？偽物だな。なんてこった、俺がぶっ殺してやります。おめえがいて。お、俺？はぎ、ツナさんが二人？どうしちゃったの、ツー君。面白いしょ。
野が言ってた大暗殺部隊が来ちまったみてえだな。ボンゴレ10代目覚悟。はひ、今度はツナさんが3人になっちゃいました。どれが本物のツー君なの？どうやら一番劣勢なのが本物らしい。ツナに、しっかり。そんな、しっかりって言われても2対1だよ。10代目、今助けます。待て、奥寺。リボンさん、来てたんすか？さあ、大事な時に服部師匠はどこへ行っちまった？おい小僧、なんで止めるんだ？まあ見てろ。もはや貴様は袋のネズミ、ファミリーの助けも期待できそうにないな。くっ、綱くん、綱さん。貴様、邪魔をするな。ふざくな、ヘタル忍者。やばい、殺される。つーか、お前も偽物じゃないか。逃げてんじゃねえぞ、ツナ。ジャパニーズ忍者に逃がされちゃったんだよ。あ、死ぬ気だ！あれ？俺じゃない。あいつに死ぬ気の炎を分けてもらえ。死ぬ気の炎？あ、ジャパニーズ忍者にも死ぬ気の炎が。気だらけだぜ、お前ら。ああ、日本、死ぬ気で大暗殺部隊を倒す。倒す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 。Thank you.
ありがとう、ジャパニーズ忍者。君のおかげで助かったよ。まあ、いいじゃねえか。何言ってんの？リボーンだよ。様、頭が高いぞ、おめえら。どうなってんの？こっちが聞きたいっすよ、十代目。一体何の騒ぎだったんだ、こりゃ。貴様ら知らんのか？リボウンサイ様といえば、忍術、剣術、砲術、柔術、日本古来のあらゆる技を収めた有名な大老師様だぞ。ジャパニーズマフィアの頂点に立つ伝説の大老師の噂は聞いたことがあった。まさか実在の人物だったか。知ってんならおめえはちゃんと土下座しろ。なんでリボンなんかに土下座すんだよ。おめえ無事に生き延びやがったな。それでいいんだけどよ。ジャパニーズ忍者は実はボンゴレに仕える影武者の一族なんだ。そうだったか。絶対嘘だよそれ。つーか、なんでボンゴレに仕えてるやつがボンゴレを襲うんだ。俺たちの里の忍者はボンゴレファミリーの影武者になるのが仕事なんだ。すべてはそのための修行だ。そしていざという時、ボンゴレボスの死ぬ気の炎が消えた時のため、小さい火をつけとかなきゃなんねえんだ。ため火っすか。いや、俺も知らなかったし。つーか、どう考えてもリボンのせいだし。今日、こいつは立派にツナの種火の役目を果たした。ここへ来るまで変身術も上達した。ボンゴレ十代目、こいつを一人前と認めてやってくんねえか。俺が認めてやっていいんじゃねえか。確かに十代目、こいつの変身術のおかげで俺たちの劇も盛り上がったんすからね。そういや、ツナの代役をやらせようとしてたくれえだもんな。ボクシング部に欲しい逸材だと思ったらそういうことだったのか。みんなが認めるのなら俺はもちろん反対しないよ。決まりだな、合格だぞ。ここは終わりだ。またいずれ新しい任務をやるから、それまで旅にでも出たらいいんじゃねえか。そうだな、俺は別にいいんだけどよ。10代目の練習が無駄になっちまったのかな。おお、そういえばおめえのスペアボム、いい出来だったな。投げるタイミングも完璧だったぜ。すいません、俺の不注意で妙な奴らに乱入されちまいました。何言ってんだよ、極寺くん。極寺くん、今日までいろいろありがとう。忍者ボムも最高だったよ。忍者ボムは俺じゃないっす。そうなの？
でも企画からずっと極寺君が仕切ってくれたから、俺たちはここまで来れたのよ。10代目、本当にありがとう。10代目、極寺君。10代目に褒められることが俺にとって最高の幸せっす。おめえとはしっかり決着つけたかったぜ。時間があれば寿司でもご馳走したいとこなんだけどな。波盛りに寄ったら必ずボクシング部に顔を出すのだぞ。ランボさんが遊んであげるもんね。一品と遊ぶよ。本当に行っちゃうの？春は変身三本勝負したかったです。こいつは旅に出なきゃなんねえんだ。引き止めちゃダメだぞ。リボンさん、どこ行ってたんすか？いろいろ大変だったんだぜ。だからずっと一緒だったじゃない。修行を続けて立派な影武者になれよ。そしてこれからもボンゴレを頼むぞ。影武者とかはどうでもいいんだけどさ、また遊びに来てよ。じゃあ元気でね。次会う時は10代目の影武者としてだな。いや、なんでもねえ。じゃあな。影武者、ぶっ殺す。くらえ、2倍ボム。見つけたぜ。ほらよ。3倍ボム。とどめだ。影武者を殺すな、極寺。一本！ゴワー！てめえ、なかなかやりやがるな。てめえが影武者だってんなら、10代目と同じぐらいに強くねえと困るだろうが。ということで特訓しに来てやったんだ。俺の親切心に感謝しろよ。というわけで休憩は終わりだ。次行くぞ。ごちゃごちゃうるせえ。ヒットマンリボーン、レッツ暗殺、狙われた10代目。